知ってました？私落語するんですよ。落語の稽古をしてました。元気です。どう？昔の私が戻ってきたみたいじゃない？髪型。でもなんかやっぱ顔は大人になったね、こうやって見ると。昔とはなんかまた雰囲気が違う気がするのは私だけ。こんばんは。そう、今日はお昼過ぎからシャットアウトトイレットっていうストレートの今度2月の末頃にある23から27か2月の23から27にある舞台の稽古をしてて、夕方ぐらいまで。そこから落語の令和落語っていう2月の11、12にある舞台の稽古をしてました。稽古だらけ、イエーイ。嬉しい。元気な声聞いておじさんはほっとしてますだって。よかったです。皆さんは見に来ますか？並行しての稽古大変だねだって。まあね、大変じゃないとは言えないけど楽しい。コロナ早く落ち着くといいねだってね。怖いよね。舞台見に行くよんだって。どっちだろう？落語シャットアウトか落語か両方でしょ。ねえねえ、両方って言ってよ。両方でしょ。両方見に来るって言って。両方でしょ。両方でしょ。遊びに来たよんだって。わー、やっほー。みんな両方見に来る？こんばんはだって。こんばんは。こんばんは。最近ダンスしてる？だって。なんか自分が踊ることはないけど、まあいろいろダンス関係はしてます。とだけ言っとく。あ、しかも最近まであれの稽古してた、舞姫ディーバーっていう舞台が結局ね、本番はちょっといろんなコロナの影響でできなかったんですけど、そうそれで踊ってたから、ダンスを踊ってたから、そうそうだから最近まで踊ってはいたかな。落語も舞台もチケットゲットしてよ。無事に初日迎えるの祈ってる。それな、本当に私たちももう毎日祈ってます。もうマジ手洗いマジこまめ。昨日も今日も昼間からずっと大学のレポートを作成してたって。ああそうなのね。お疲れ様。ネイル可愛いですだって。やった、嬉しい。ピンク青にしたかった。次は青にしてやる絶対。これ衣装に合わせて仕方なしにピンクにしたから、本当は青が良かったもん。だから青にする。次青の似たようなやつにする。昨日も読んだわ。業務以外の県外移動止められてるからピエンだって。悲しい。それをしてもしょうがないよね。だからまあ見に来られる、まあ見には行けんだよなみたいな人はぜひ見に来てください。待ってまいちゅ。見に行こうかなだって。来てほしい。あやかちゃんめっちゃ久しぶりじゃない？もしそうなったら来てよ。だってもうさ、会えてない人には1年以上会えてないわけじゃん。まあもうそれ以上もね会えてない人もいるけど。職場は東京禁止です、どうやってこそっていくか考え中です。だってノーコメントで何も言えない。怖くて何も言えないからノーコメントにします。リモートでも見れたらいいのに。だってね、確かに。いくみちゃん配信気づくの遅れた、こんばんは。だってこんばんは。全然遅れてないから平気だよ。久しぶりにいくみのダンス配信みたいだって。あー確かにダンス配信、まあちょっとねお仕事がます。今目が疲れてる。だって、うわお疲れ、マジこうやんな。私もでも目疲れてる。免疫力上げるといいよ。だって免疫力か。免疫力ってどうやって上がるんだろう。体調大丈夫？体調大丈夫、ありがとう。こんばんは、こんばんは。見たいダンス配信だってね、やるよいつか。ちょっと今すぐはちょっと難しいけどやるよ。ちゃんとやるから待ってこんばんは、こんばんは。最近のなぎちゃんの水着ラッシュに一言。疎外なもん見せて、ほんまにエチエチやでですかね。もうねえ、なぎちゃんの水着姿を見る日が来るとは。ドキドキしちゃいますよね。よく食べ、よく寝て、よく笑う、免疫力の上げ方。おー、私めっちゃ達成してるわ。それめちゃめちゃ達成してるわ。私天才的だわそれ免疫力爆上げしてる。私よく食べてるし、よく寝てるし、よく笑ってるし、もう爆上げはしゃーい。キノコ類、ブロッコリーを食事で。なるほどね、確かに大事だ。キノコもブロッコリーも食べてねえや最近。食べよう。昨日ハンバーグ作ったの。ちゃんとね、ご飯とお味噌汁とハンバーグとサラダで食べた。落語は仕事の日っぽいからあれだけど舞台はいけそうだって。来てー、嬉しい。素晴らしいです。ありがとうございます。こんばんは。だってこんばんは。そう、落語はね11、12、何曜日と何曜日だっけ。11、12なの。金堂だ、金堂であるんですよ。金堂です。金堂です。こんばんは。金堂ですよ、金堂。11、12。来てほしいな落語。さっきもね落語の稽古してて、本当にもう本当にね楽しみなんですよ。褒めてもらっちゃったりとかしちゃったりとかしちゃったりしてて嬉しいです。勝手にスクショタイム始めて、スクショタイム始めて、スクショタイム終わった。落語はなんとか調整中、舞台は行きますよんだって。やったー、落語も待ってるね、のぶさん来てね。特選のスクショタイム、スクショタイムごちそうさまでしたね。いえ、いくみんかだって。ああ、そう、いくみんだよーいくみんだよー。てか、聞いてほしいんですけど、その落語ね、私4公演、全部で4公演出演するんですけど、4公演ともちょっと違うんですよ。これは、ちょっと、ね、だから、なんか4公演とも見に来てほしいのが本当の話。私のリアルなとこ、正直。そう、4公演ともちょっとだけ、でも4公演とも見るとちょっと私のこと言えない4公演とも見てほしい気持ち、なんかそれはなんか本当に話、内容がね、ちょっと内容が、お題目は当日に分かる感じ。そうなのかな、ちょっと分かんない。それ確かにいつなんだろう。当日なんじゃないかな。パンフレット渡されてとかかな。落語のチケット取れたら行くね、仙台からだって。嬉しい、待ってる待ってるから絶対来てね。感想を送ってもらうからなそれすごいね、大変だって。まあ大変、まあ、大変です。でも大変です正直。それに名前呼ばれるとにやげちゃうねって思った。営業前だって。やったね。現代落語、古典落語、なんかまあ題目、演目名っていうか、その舞台の名前が令和落語って、まあ文字は違うんですけど令和落語なんで、現代落語ですね。現代のお話を落語にしてるような落語です、現代落語だから。なのでね、なんて言ってるのか分かんのかなとかあるじゃないですか。落語ってなんか敷居が高いじゃないけど、なんかどうなんだろうみたいな、落語かみたいになるところ、ちょっとね敷居が高く感じちゃうところもあると思うんですけど、もう本当にもう軽々と敷居を乗り越えてきてください全然大丈夫です。全然今回のための新演目かな。そうなのかな。でも面白いです、すごく。私はすごく好きで、やっててめっちゃ楽しいんですよ。まずだからやっててめっちゃ楽しいから、みんなの反応も見てみたいし、まあもちろんね反応がなかったら怖いなっていうのもあるんですけど、そうそんな感じちなみに落語して指導してくれてるのは誰なんかな。なんか落語指導というか、まあ脚本書いてる人が落語の指導もしてくださってるんですよ。そんな感じ。落語好きなので楽しみだって。おお、嬉しい。落語をぜひ楽しみにしててください。みんなに会えるの楽しみだな。よし、じゃあ皆さん落語も、今度舞台の今日は落語の話をいっぱいしたので、今度はストレートのシャットアウトトイレットの方の話しますね。こんばんは、こんばんはだって。面白そうだって。ぜひ落語もシャットアウトトイレットの方もみんな来てね。ハートがふわふわってなったね、ハート皆さん来てねー。